皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。最近喉の調子が悪く聞き取りにくい箇所があったらごめんなさい。今回は新作アニメ調アクション RPG や俯瞰型ローグライトアクション RPG、 さらに人気 IP のリブート作品など5本を紹介します。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは見てまいりましょう。一つ目のタイトルはファントムブレイド断罪者、リリース日は2023年11月2日、ジャンルはスタイリッシュアクション RPG、 開発は S ゲーム、プラットフォームは PS4、PS5、PC、iOS、Android、クロスプラットフォーム対応のためセーブデータを共有することができる嬉しい仕様。物語の概要は、ファントムワールドという仮想世界を舞台に、プレイヤーは組織の一員となり、助けを求める一通の手紙を受け取り調査を進めるうちに、禁術をかけられた人ならざる者の存在に気づく。これらはなぜ生まれたのか、真相を探っていく中で、複雑に絡み合った物語が今始まるということで、本作は過去にリリースしたレインブラッドやファントムブレードシリーズを踏襲した最新作となっており、水墨画風で描かれ独特の雰囲気を醸し出しているダーク感漂うスタイリッシュアクションで、2つのシリーズの集大成とも言える作品。売りとなるバトルは爽快かつスタイリッシュなアクションとなっていて、最大の特徴は手に汗握るような緊張感のあるアクションであり、一瞬の判断がとても重要となってます。通常攻撃やエアリアル攻撃の連携や防御崩しや追撃、さらにパリやカウンターなど様々な攻守の要素をシンプルな操作で再現でき、スタイリッシュなアクションを楽しめるようになってます。さらに魅力的な要素としては、各スキルの組み合わせが行える連携技があり、スキルの発動順番を自由にカスタマイズしてオリジナルの連携技を作り上げることができる仕様。威力だけでなく見た目もこだわった華麗なコンボも簡単に発動できるようになり、さらに爽快なスタイリッシュアクションが楽しめるような気がします。リリースが11月2日予定で無料タイトルなので、ぜひ容量に隙間のある方はプレイしてみてはいかがでしょうか。続いてのタイトルはホワイトノイズサバイバルガイド、リリース日は未定、ジャンルはローグライクハイスピードアクション RPG、 開発はテクツリーテクノロジー、プラットフォームは iOS、 Android、 本タイトルの開発元であるテクツリーテクノロジーの初のオリジナル作品。世界観は正確な説明がないので、どういった内容か現時点では不明な部分が多いのですが、 PV を見ている限り世界観を形成する要素として現実と幻想、奇妙なルール、古代神々をモチーフとした機械、真実と嘘といった要素が噛み合った内容のようで、PV 見ても分かる通り独特な雰囲気が漂う内容のように感じ取れます。どことなくペルソナ系に近かったりするのかな。またジャンルはローグライクアクションということで、やり込み要素のある内容なのかなと想定します。現時点でローグライク的な要素は不明ではありますが、アクションはパリを含む内容となっており、何度か弾きを成功させるとひるませることが可能なようです。ビジュアル表現はゼルダ風のトゥーンレンダリングを採用しており、今後はもっと違う形になるような気がします。何にしてもまだ開発初期段階で憶測の領域を出ることができないのですが、今後もっとビジュアル、バトル面のブラッシュアップがされれば、期待の新作アニメ調ローグライクアクションということで話題性も出てくるのかなと思います。本タイトルについては新しい情報があり次第改めて紹介しようと思います。続いてのタイトルは解離性ミリオンアンサー解、リリース日は未定、ジャンルは単性マルチカードバトル、開発はパーフェクトワールド、プラットフォームは iOS、Android、 本タイトルはスクエアエニックスからリリースされた解離性ミリオンアンサーのリブートタイトルということで、最新の映像技術を用いて全てを一新に、新しいミリオンアンサーということで10月12日より第2回 CBT が実施される予定となっております。そもそもミリオンアーサーってなんだってとこなんですが、2012年にシリーズ第1弾となる拡散性ミリオンアーサーがモバイル向けオンラインカード RPG ということでリリースされ、物語の概要はアーサー物語をテーマになぞらえて、100万人のアーサー王と100万本のエクスカリバーが存在するブリテンを舞台に、プレイヤーがアーサー王の一人となって外敵と呼ばれる存在と戦うファンタジー RPG。スマホ版を皮切りに 3DS や PS ビータでもリリースされ、シナリオはとあるシリーズでおなじみのカマチーこと
鎌地一馬さんが、そして楽曲はヒャダインこと前山田健一さんが担当していて、当時かなり力を入れていたタイトルとなっております。スマホゲームが家庭用端末に移植されるってだけでもかなり人気が高かったんだなっていうのが伺えます。ミリオンアーサーを関するタイトルは数多く出ており、アニメ化などもされているので、遊んだことはないけど名前は聞いたことあるよって方や、このキャラクターなんか見たことあるなって方も多いのではないでしょうか。このミリオンアーサーシリーズはなんと中国でかなり人気がある作品で、シリーズ8作目にあたる反逆性ミリオンアーサーについては中国先行配信で、日本は後発配信と、当時なかなか類を見ないリリース形式で、さらに中国版の開発にはネットイースが行い、企画をスクエニが行うハイブリッド形式で運営されておりました。本タイトルミリオンアーサーにおいては、現当で広く認知が広がったパーフェクトワードが開発を手掛け、新たな新作リブート作品として開発発表がされ、グラフィック面での大きな変更やバトルの見せ方についても当時の乖離性ミリオンアーサーとはまた違う形で表現され、リブートとは言いつつも全く新しいものとなっております。CBT でプレイできればまた改めてレビューしたいと思います。続いてのタイトルはミストシーケンス。リリース日は未定。ジャンルはリアルタイムシミュレーション RPG。 開発はスターライナー。プラットフォームは iOS、 Android。 世界観はスチームパンクやディーゼルパンク風のレトロ感を味わえる SF ものとなっており、物語の概要は、長期にわたる戦争で人間だけが残された大陸に大規模な霧の災害が発生し、霧に足を踏み入れた者は狂気に襲われ、霧の中から怪物の軍勢が現れ、人類滅亡の危機となる。プレイヤーは特殊機関の指揮官として様々な謎を解き明かし、真相を解明していくといった内容。21年9月、22年8月とベータテストを経て、この度やっと3度目となるテストが10月5日まで実施されておりました。バトルはリアルタイムストラテジー RPG となっており、タイムリーにキャラに指示を出し、四方から来る敵を殲滅するといった感じ。今までのストラテジーではチェスや将棋のように単性のものが多く、考えながら実行に移すことができたのですが、リアルタイム制にすることで敵の行動を先読みしつつ、より効率的な作戦と戦略的なゲーム性を出すことができると思われます。タワーディフェンス系のゲームをやられている方ならなんとなく理解できるかなと思います。なかなか今までにはないゲーム性を秘めたタイトルとなっております。実際にプレイしてみて思ったのは、先ほどお伝えした通り、シミュレーション RPG とタワーディフェンスを掛け合わせたような感覚で、攻撃のための位置取りや回避行動、さらにスキル発動のタイミングなど、リアルタイムで各小隊に適切な指示を出し、敵と戦わせるわちゃわちゃ感が半端なく、あっちもこっちも意識して全体を俯瞰する感じで戦略を組み立てていくような感じとなります。今までにない感じのバトルとなっているので、タワーディフェンスやシミュレーション RPG が好きな方にはおすすめできる作品かと思います。続いてのタイトルは百剣東洋電気炭。リリース日は2024年予定。ジャンルは和風ローグライトアクション RPG。 開発はセブンクアークとフィンガーゲームの協業タイトル。プラットフォームは Steam。 世界観は日本の江戸時代を舞台にした古風なファンタジー。物語の概要は、妖怪の王者キュービギツネが降臨し、魑魅魍魎を率いて人間界を襲い、数百年続いた平和が壊され、主人公はキュービギツネを討伐するために旅に出るといった内容。本作は東京ゲームショー2023に出展され、使用された方々の評価も高く、特にバトルにおける爽快感やタイミングがシビアなパリのような居合斬り要素は、決まった場合の威力も高く、プレイしていて気持ちの良い内容とのことです。またローグライク要素は基本的にダンジョン内の敵を全て倒すことで次のステージに進むといったオーソドックスな内容となっていて、次のステージに行く前に3つの要素からアップグレードが選択できるなど、アーチャー伝説に近しい内容になっているものの、本作の真骨頂と言えるべき居合アクションからの必殺スキルは、溜め攻撃とパリを合わせたようなもので、居合のボタンを押し続けると攻撃を溜められ、離すと居合斬りが発動する仕組み。本作では敵の大きな攻撃には予兆があり、タイミングよく居合のボタンを押すと操殺が発動し、この操殺をすると居合と同じボタンで必殺技が発動できるのが本作のポイント。
創殺のタイミングはかなりシビアとなっていて、必殺技を発動させるにはそれなりの覚悟を持って創殺を狙っていかないと発動させることができないが、その分必殺技が決まった場合の威力は魅力的なものとなっております。スリリングなリスクとリターンが楽しめそうな感じがしますね。リリースしたらぜひ遊んでみたいタイトルです。はい、今回は新作アニメ調アクション RPG や俯瞰型ローグライトアクション RPG、 さらに人気 IP のリブート作品など5本を紹介してまいりましたが、いかがでしょうか。どれもこれも楽しめそうな内容のもので、特にアニメ調アクション RPG ホワイトノイズサバイバルガイドは今後のブラッシュアップ次第では化ける可能性を秘めているタイトルかと思います。また百剣東洋電機団のような俯瞰型のアクション RPG が今後いくつかリリースされるので、この手のジャンルももしかしたら人気が出そうな感じがします。ということでチャンネル登録はお任せしますが、ぜひもう一本カレンゲームラボの動画を見ていただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。